はい、どうも、梅結町です。はい、どうも、けんさんでございます。はい、というわけで、まぁ、ちょっとね、遅くなっちゃったんだけど、はい、2期生のお披露目が、まぁ、ちょっと前にあったわけじゃないですか。はい。2期生というか、研究生のお披露目が。うん。で、そこでね、こう、まぁ、最優美とかも振ったりもしてたわけだけども、はい、2期生の推し祭がね、決まったということで、はい、まぁ、ちょっと前回もね、あの、最優美振り返ったんで、はい、まぁ、2期生も推し祭決まったらやるしかないだろうと。そうですね。いうことでね、ちょっとそれを振り返っていこうかなと思います。はい。はい。やっていきたいと思います。はい。おう！というわけで、大塚七海さんは、水色と紫です。はい、こんな感じです。七海はい、というわけで、小越はるかさんなんですけども、はい、こちらなんと3色。おぉ。で、今ちょっと手元にね、あの、ペンライトが2色しかないんで、はい、まあ、2つということで、はい、小越さんはピンク、白、赤でございます。はい、こんな感じです。小越はい、川越さんやさんは、水色とオレンジでございます。はい。さあやーはい、というわけで、小宮山沙羅さんは、緑でございます。はい、いきます。沙羅ちゃーん。はい、というわけで、曽我夢さんは、白でございます。はい、こんな感じです。ゆめちゃーん。はい、というわけで、高沢智香さんは、3色なんですけども、はい、紫、白、水色でございます。はい。智香寺田ひなさんは、青と水色でございます。はい、こんな感じでございます。ひなちゃーん。はい、富永優さんは、3色ですね、はい、緑、青、白でございます。はい、こんな感じです。ゆうちゃーん。はい、というわけで、萩里瑠奈さんは黄色でございます。はい、でこんな感じです。るんちゃーん。はい、古澤真奈さんは紫です。はい、真奈ちゃーん。はい、古舘葵さんはオレンジ黄色でございます。はい、青ちゃーん。はい、マシモカホさんはオレンジピンクでございます。はい、カホちゃーん。はい、三村ひのさんはオレンジ赤でございます。はい、ひのちゃーん。はい、諸橋ひなたさんはピンク緑でございます。はい、こんな感じです。やひこー。はい、山崎ミニーさんはオレンジ紫です。はい、ミリー。はい、渡辺愛沙さんはオレンジ緑でございます。はい、あゆさーん。はい、というわけで見てきました。はい、はい、まあ結構ね、これから2期生の活躍もどんどん出てくると思うんで。そうですね。うん、推し祭をちょっとね、確認するのに参考程度に、ね、なればいいかなと思うので。はい、はい、よかったら参考にしてみてください。はい、これ覚えるの全員分覚えたら大変ですよね。そうね。うん、うん、まあ、推し面のね、推し祭だったりコールだったり、うん、覚えるのも一つのね、ちょっと楽しみなのかなっていう気がするので。そうですね。ぜひね、覚えていただければなと思います。そうですね。あいつらの動画なんか言ってた気がすると思ったら、うん、たまに見てください。お願いします。そうですね。はい、というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、終わります。終わります。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。